どうもおはようからこんばんは、とのでござる。 This of mine 続きをやっていきましょう。13日目で今日は飯食わないといけないんだよボリス。ちょっとまずラジオを聞きましょう。コーヒーが少なくなっているっていうのは前も見たかな。他の情報は気温が低い、なかなか暖かくなりませんで、冬将軍が過ぎたというのに。国際社会による介入は無期限延期されることとなりました。8日でっていうのはなしってことは、まだまだ続きますね。いやはや、今13日目で、まあ、飯は食わないといけないから、まずはこのボリスのスープをマリン疲れ切っているんだろうな。いや、疲れているのはわかるよ。でもあなたは家を守っているわけですし、こうしてタンクトップで元気に走り回っている。前回はそのせいで体調不良にもなったよな。しばらくは大丈夫。エミリア大丈夫？かすり傷がまだ治りませんね。いや、まあ、包帯ないからしゃーないんだがな。こうなってくるとやっぱベッドもう一個あった方がいいかなって考えたりもする。まあ10度下回らなければ大丈夫なんで、薪はくべない。でそうだよな、もう暖房も一つはいらないかなとも思うし、ベッドもう一丁。あ、やっと小動物用の穴いけるのか。どこをこう。地下がいいか。上って私設置したことない。あ、いいね。いいね。あ、じゃあここにしよう。今まで私、かれこれ何シーズンもやってきたが、まあ、地上に置いたことはないわ。2階以上は初めて。いや、だってネズミさんってなんか地下に出るイメージですし、そういうところの方が捕獲しやすそうじゃないですか。いや、このゲームのシステム上関係ないとは思う。で、どう？こうして作っている間にフランコ来ないですね。もう11時30分。今日は来ないか。で、前回さ、砲撃された学校か、行きまして、ノコギリが必要、で、ロックピックも必要っていうのは、覚えているんですよ。いや、いつもメモ書いているんじゃって思うんですが、メモ見る限り、私、なんて書いているか全然読めなくて、で、ショットガンを直すために武器パーツが必要っていうのも編集で覚えてる。じゃあノコギリ作るか。武器パーツか。今一番必要なのは武器パーツ。ハンドガンは持ってるよね。持ってないね。私たちもう近接武器で守っているのか。いやー、これはきついな。じゃあ武器パーツだ。武器パーツを最優先で確保する。ボリス寒くなってきたのか。薪は10個。あ、ダイヤモンドもある。もう捨てさせて。雪ってどうやって保管している？逆に聞くわ。あとロックピックが1つ。部品も減ってきましたね。起きて。マリン起きて。起きてくれないとボリスとベッドチェンジできない。あ、いけましたね。いや、眠れない。言っただろ。お前は夜勤だって。エミリアはもう缶詰で消化するしかないな。全く包帯はないのかしら。訴えるわよ。じゃあ寝る。
では今日は終了。ノコギリ2つ。あ、やっとか。あ、全焼駐屯地もいける。で、建設現場に、ホテル。旧市街地？古市街地？あれ、バザー的なものがあったところは違うよね。あれ、中央通りかなんかだったよな。でも危険性はないんですよ。じゃあ一回だけ砲撃された学校に行くわ。せっかくノコギリ作ったからな。あ、6ピック1個持ってた。なんで作ったの？そういうのはこの実況を始めた冒頭でさ、一旦インベントリーを見て、それでチェックしよう。バカもうしょうがないな。で、まだ探索できるところもあるから、まあ、行くところがなかったらここももう一回行くってのもありかな。この教室は、3箇所あっても1箇所はなんか見るみたいな感じだったはずですね。真ん中がそうか。奥修理ちょっと一旦材料的なものは置いとこう。ここに武器パーツ、私が欲しい分全部入ってる。ない。おっと、バリケード。みんなそういう、みんな1分で崩せるって言うんだが、実際このゲームのシステム上1分では壊せません。絶対10分ぐらいかかる。で、ノコギリってもう1箇所あったような気がする。ここなんだよな。探索できるのが1箇所だけっていうのはちょっと心配かな。材料的なものは盗むになるのか。何のために私は、しかもしょぼい何のためにノコギリを作ったんだか。こういうのは私メモしてないんで、前に他のシーズンでここ行ってノコギリ使って盗むになるっていうのはメモしていません。え、マジ材料しか私残していないのか。この右下はね、取ろうとするとあの二人が怒るんですよ。うわ、材料しかねえ。いやー、ノコギリは、まあ、こういう結果が分かっているんだったらノコギリを作る意味ってなかったわ。だって武器パーツ使ったし。うわ、材料。材料しかない？じゃあちょっと近づいてみる？こんにちは。おお、その箱に触るな急に騒がしくなった。いや、まあ材料しかないんだったらもう確保しておくか下の人何回も起こされている。いや、ボリスみたいに足が遅くなければ奪って即退散っていうのも、まあ、一つの手ではあるかな。いや、俊足持ちなのがパベルっていうキャラクターで、実況内ではまだまだ全然登場してないな。ラストシーズンやるとしたらパベルがいるのがいいかな。いや、みんな最初はパベル、カティナ、あともう一人っていうシナリオをみんなやるんですよ。あれ、なんか私前回野菜が多いみたいな話していましたよね。
ないのかな。え、違う場所か。あ、やっぱ野菜あるわ。あー、電化部品。野菜は3つ確保しました。で、これ以上時間をかけると間に合わなくなるんですよ。5時までに帰らないとダメなんですよ。モリス急げ、あと50分。早く帰らないと。この実況を始めた時は襲撃なかったんですよ。前回の終わりでは襲撃があったっていう体になっているんで、果たしてね、昨日なかった分今日は襲撃来るかな。あ、エミリア体調不良か。いや、オリジナルの物語でも、なんかな。なんかちょっと、小学校の作文レベルというか、もうちょい突っ込んだ内容とかね。で、かすり傷はなくなったんで、体調不良だったら、普通にハーブの飲み薬で行きましょう。ないよりはマシよ。私は寝るわ。もうここエミリア専用だな、このベッド。いやー、気温だって11度、暖かいとは言えないんですよ。だからこそ体調が悪くなったかもしれない。ちなみにタバコは一応4つは作れるな。フィルターってまだ残ってるか。ない。水は23。あ、来た来た、フランコ。武器パーツないかな。ドン。するよ。お、4つか。4つは足らないんですよ。ショベルもそろそろ壊れるか。野菜はめちゃくちゃあっての。いや、そこら中にないよ。冬将軍過ぎたから。で、デイヤモンド。あ、交換できるのか。うん、これぐらいは手放して。さーて、今何が必要かな。ほう、缶詰2個いけるんですか。ダメ、もう一声。もう一声は木材でいこう。よし。じゃあ、エミリアタンは、まあ寝ているからコーヒー、いや、どこかしら夜飲んでいるかもしれない。昼ずっと寝ているから夜覚醒しているかもしれんからな。その時に消費しているかもしれんから、一応コーヒーと、で、明日には食わないといけない分の缶詰で武器パーツ。ちょ、開けて帰るなよ、お前。もっと買えよっていう当てつけか。いや、素材余ってるんだったらちょっとベッド欲しいかな。マリンが起きるまで待たないといけないというのが。じゃあ地下に作る。さあボリス、君用のベッドだ。だって停戦が無期限延期だったら4人目あるでしょう。だから今回のその私がマリンが起きるまで待たないといけないっていうのを省略するのと、4人目が来た時のためね。
みんな寝ちゃった。あ、そんなタイミングでお前は起きるんだな。そういやマリンは、マリンコーヒーか。あ、コーヒー二人いるのね。へえ、ここ行ってみたいんですよ、この高市街地。まあ、持っていくのものもないでしょう。取引するものもないし、強いて言えば、まあ、この二つ。ショベルは武器になるのか。あ、でもなんか見たことあるような気がする。今はもぬけの殻。お、拳銃。今なんて書いてあった？痛めつけたい人に銃口を向けよう。了解した。じゃあもう誰もいないんだったらもう気にしなくていいですね。おりゃ。いや、座るんじゃねえよ。そのマーク探索だろ。タックルで疲れたか。いや、でも見たことあるよこの作り。あ、出ました、壊れたギター。いや、もう最優先だよ。武器パーツ云々は関係ないよ。これ上から回れるだろう。とりあえず下をまずは見よう。あ、反対側からバリケードがある。では上から回る。お、あ、ここもバリケード。え、じゃあ上はこれノコギリ臭いよな。じゃあロックピックは使わないといけない。お、食料、武器パーツ。フランコで交換した分と今回拾った分だったらショットガンもいけるか。ショットガンいけるんだったら、で拳銃も入手したでしょ。いやー、これは勝ったな。いや、勝ったなと言ってもあれか、銃弾が、弾がないな。お、よかった、ショベル持ってきてて。もうそろそろ壊れるか。いや、この戦車乗って帰ろうぜ。戦車動かせれるとしたら誰も取りに来ないわ。いや、逆に狙われるか。政府軍か、反乱軍か。なに、銃弾の音がした。待て、まずは。いや、撃たれているってことはないと思うんですよ。え、いや、ちょっと待って、狙撃手がいるって、ギターはもういらない。いや、まさか。いや、パキューンって聞こえたからさ、こういう時って狙撃手いるんですよ。でも別に危険性ないって書いてたし。ボリス落ち着くんだ。機械部品はな、いいぞ。薬がかなり手に入っている。いや、撃たれてはいない、狙撃手はいないと信じたい。
ポリスって遅いから、私がさっき言ったパベルがいてくれりゃ大丈夫なんですよ。足の速さで弾を避けることはできるものの、ボリスみたいな足が遅いキャラっていうのは本当集中攻撃になる。だから座るじゃない。あと1スタック分。じゃあここはノコギリがあれば上の階に行けるのか。いやでも収穫としては十分十分。ショットガン作って武器パーツ余ればいいかな。15日目。マリンその場に座り込んだ。最近襲撃ないね。よしよしよし、缶詰はめっちゃ増えた。じゃあ今日はみんな缶詰。エミリアもようやく回復しましたね。よこしなさい。完食したわ。お腹壊したら訴えるわよ。え、どうなったの？火炎瓶を窓に投げてきて、その後無事脱出したんだろうか。これでもったいぶって次のオリジナルの物語で話がガラッと変わったら怒るよ。もぐもぐ。じゃあ二人とも寝ましょう。素材がかなり増えてきたんですが、その辺なんかできることってあるんでしょうか。あ、アップグレードできるな。ここはやっておこう。せめて作業場はアップグレードして、でさらにいいバリケードがあるんですよ。ドアの補強か。今現在風将軍は過ぎて犯罪激化っていうのは起こっていない。犯罪激化が来る前にショットガンとハンドガン確保はいいね。と作れる。よしよし。でノコギリ用の武器パーツもギリギリいけるのか。散弾銃修理してノコギリを作って、はい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 、はい、ちょっと待ちなさい。そこに座ったってことは4人目のメンバー臭いな。待ちなさい。今作っているのショットガンを作っているのは私。それを邪魔するんだったら訴えるわよ。誰？怖い。誰誰？いや久しぶりって誰？あなた困っているのね。じゃあ私が助けてあげるわ。行ってくるわ。こうしてストーリー見ているとマリンは優しいですね。お、ボリス満足しているか。ノコギリは作りました。じゃあ一日終了。ああ、倉庫も来て、取引可能な中央広場も来た。
やっぱここは別ですね、中央広場と市街地は。では探索。エミリア、一日で帰ってきてほしいな。ショベルはあと一回使ったらダメかもしれんから、これはこの状態で売りたいかな。もう狙撃手はいないよな。いや、まあ狙撃手だったかって言われれば、その撃たれた時にだいたいこの銃が当たったっていうのかな、土ぼこりっていうのかな、地面に当たったら、ああいうのがあったりするんで、多分なかったと思うんで気のせいなんですよ。え？いけない。じゃあこの上ってどうやって行くんだ。あ、こっちかこっちだったのか。いや、まあもう取るよ。うわ、さらにロックピックも必要だったか。ロックピックがあれば回れるんだ、逆側から上に。で、最後のスコップも必要そうな感じだな。ロックピック念のため作っときゃよかったか。じゃあもうあとは素材で空いているスタックを埋めるしかないな。ボリスダメか。いや、足が遅いからダメっていうわけじゃなくて、渡れないところはもう全キャラダメなんですよ。あ、そうだ、壊れたギターも確保しているから、あれだな、第3回か第3回ギターヒーロー選手権が開催できるわけだ。あれ、薬の材料って4スタックまでなのか。いやー、撃たれている気がするんですよ。試しにここで、あ、出口へ走るってやったら左に行くのか。右なんか探索できるんですよ。うわー、いや、撃たれてる撃たれてる撃たれてる。ボリス狙撃されているぞ。いや、でも貴重なものはありますね。もう木材とかそういうのはいいわ。薬、これで、タバコの材料、まだ手放せれるものは、まあ、質のいいタバコか、手巻きタバコよりかはまだこっちか。で、戦車に隠れていれば大丈夫なんですよ。よし、今だ、いった。ボリス大丈夫、撃たれましたよね今。撃たれて満足ド M かお前は気持ちいいってなっているのかなボリス大丈夫か、撃たれているぞ。いや、普通撃たれた段階で軽傷とかかすり傷、重傷ってなるんですよ。明らか足撃たれて血出てたよね何満足って、気持ちよかったやっぱ狙撃手いたか。お、エミリアは弾薬確保か、よかった。じゃ、ボリス無傷。いや、おかしいおかしい。トマトケチャップ、足にくくりつけてたトマトケチャップが炸裂したのか。まあみんな無事ならいいわ。普通だったらかすり傷ぐらいは負う、いくら遅くて強いとはいえ無傷では済まないから。ビビった。まあ無事ならいいよ。あ、でロックピックが、本当ロックピックだけでいいんだよな。不安になるな、まださらに上、いや、上に行ったところでまた狙撃されたら怖いな。右のドアから出たラインで狙撃されるんだろうか。いや、今回はたまたまかもしれないよ、ほんと。たまたまトマトケチャップかもしれないが。いや、恐ろしいな。いや、もうみんなのメンタル的には大丈夫だから、特に今ギターを作るつもりはない。
で、ドアの補強、あと8。部品的なものはこれでぴったりなのか。じゃあちょっと小動物用の罠を追加でいこう。次はここ。いつまでこのシーズン続くかわからないからな。安定して食料の確保で、さらには4人目も来る可能性もあるんですよ。だって3人スタートだから誰も来ないっていうことはない。だったら小動物用の罠も2つ設置して、安定して肉を入手できるようにしましょう。幸い野菜はある。肥料は少ないかな。よし、ここまでやってドアの補強は材料が大量に足りない。おっと、いや、動けれる人って誰か一人なんですよ。タバコ作っちゃうとあれか、まだ残っている。要はあれだな、ボリスだけか、喫煙家は。じゃあマリーンもういいや、寝よう。ポゴレンでは犯罪が増えています。犯罪激化も来ますね。よしよしよし、あったかくなってきているっていうことはもうこれ以上薪をくべる必要はないな。で、午後になって誰も来ない。ふむふむ、ちょっと市街地はもう一回行かせてもらいます。ロックピック、あ、ちなみに弾って弾17発か。チリスモで集めて何日かは防衛できる。じゃあもう犯罪激化来るんですね。いや、ショベルは使わない。いや、開けるでしょ。開けて左上すぐ行けたらいいな。なんか狙撃されそうな気もするんですよ。いや、なんかここ傘ありますよね、バルコニーのところ。傘じゃ弾は防げないかな。え、どれですか。話しかけては来ない。いや、腐っていくんかい。今の人誰。いや、おとりになってくれるんだったらぜひどうぞ。なんか去っていった。なんか誰かいるって思って。あの男は何なんだ。いや、初めて、私も知らない。ちょっと見ようか。今の人は一体。あれ、いない。あ、いたいた。逃げたらどうだ。逃げられるしな。二度とやるな。え、家主帰ってきたパターンか。でもあの人なんか傷ついているな。出ていくはずじゃないか。消えるんだ。という割にはボリスが瓦礫の除去してて
何も言ってこなかったですよね。あ、今下の階にいる。まあ、この階に来ないんだったらいいわ。ドアは開けているから左から来ればわかる。あとは狙撃か。よし、いけた。ノコギリが必要じゃなければいい。行くぞ、急げ。いった、かすり傷か。やはりこのバルコニーでも撃たれる。いや、だが包帯と、まあ、直すことはできるわ。行って、ちょっと今回材料を確保だ。まあ、かすり傷で済んだらいいわ。よくても探索できるのこの2箇所のみ。もう薬莢とかも確保。いや、あの手すりにぶらなんかねかかっている人も撃たれたんでしょうね。よかった、まだかすり傷ならいい。じゃあ、あとはもう材料の確保をしまくりましょう。え、何何何何、ちょ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 、殴るじゃない、もう逃げる。やっぱ怒られるのか。探索もさせてくれないか。追いかけてくる、くるくるな。じゃあ家主さんが帰ってきて、でさらに狙撃にも合う。いった、宝物を見つけたのさ。だいぶ前向きですね。あ、かすり傷で済んだのはまだマシか。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。